tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. この番組はライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。番組 MC の徳原恵里です。どうぞよろしくお願いします。今回はライジングレディースが注目するプロテスト合格を目指すゴルファーたちによる真剣勝負のシングルススキンズマッチを行います。舞台はここザ・サイプレスゴルフクラブからお届けします。さあ今回はですね、実はリポーターの方をお呼びしています。江口さよさんです。お願いします。いや江口さんは、はい、今までは選手側で出られてましたよね。はい、そうなんです。今回ちょっと初めてリポーターをさせていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの今までこういったゴルフのリポーターってされたことありますか？いやないんですけど、私自身今34チャンネルという YouTube をさせていただいてて、それではちょっと自分のこととかを発表というか、なんか言ったりはしてるんですけどこういう形では初めてなのですごい楽しみです。お、実は私も YouTube よく見てます。本当ですか？ありがとうございます。もうねすごいゴルフのことも勉強になるけど、私的にはこのさよちゃんの、さよチャンネル、さよちゃんの、こう普段の人柄とかリアクションが可愛すぎていやいや、めちゃくちゃ恥ずかしいですけどねもうでもその飾らない感じ。本当ですか？はいなんかすごいのほほんとして癒されてます。じゃあ今日はそんなのほほんとして感じでいきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。さて今回スキンズマッチに出場する選手は2021年プロテスト合格を目指して戦い、惜しくも敗れてしまった4名となっているんですが、この選手はどうですか？そうですね、普段からもラウンドを一緒にさせていただいたりする人たちが出てるんですけど、うん、そういう4人が一緒に戦っている姿を第三者の目で見れるということで、すごいその人のプレーだったりとかそのゴルフの戦略をいろいろ見れるのですごい楽しみです。いいですよね、はい、また違った目線で今日は。そうですね、はい、はい、それでは選手を紹介していきましょう。こちらの4名です。上野ひなた選手です。お願いします。お願いします。そして加藤さや選手です。お願いします。お願いします。杉原彩香選手です。お願いします。お願いします。そして松原かのん選手です。お願いします。お願いします。さてライジングレディースゴルフ TV には上野選手と杉原選手が初出演ということなんですけど、はい、まず上野選手から、はい、意気込みいかがですか？そうですね、まあ、楽しみながら、はい、まあみんなに負けないように稼げたらいいなって思います。お稼げたらそうですね、はい、第一が大事ですね、はいはい、それ一番ですよねはい、頑張ってくださいそして杉原選手は、はい、かなり飛距離が出ると、はい、そういった噂を聞いているんですが平均飛距離ってどれぐらいなんですか？今260ぐらいです。すごい平均がすごいですね。すごいですね。これ260平均ってかなりですよね。女子では飛ぶ方ですね、ね、はい、すごい。ということは270、80飛ぶ時もあります？あるんですけど、今日も打てたらいいなと思います。すごい楽しみです ねいや加藤選手どうですか？はい加藤選手と松原選手は出演されたことがありますけど、はい、いやダブルスで出させてもらって、はい、今日は初めてのシングルなので、まあ、ダブルスよりは気が楽になっているので楽しめたらなと思います。そうですね、楽しみながら買っていきたいですよね。はい、はい、松原選手はいかがですか？そうですね、サイプレス難しいんですけどしっかりバーディー取りたいです。はい、バーディー合戦見たいですね。見たいですね、はい、
それではルール説明をいたします。今回のシングルススキンズマッチは18ホールをプレーしていただき、各ホール勝利した選手に賞金3万円が贈られます。そしてもしも引き分けが3ホール続いた場合のみ、グリーン周りでサドンデスを行います。課題のアプローチでニアピンの選手にまとめて賞品が贈られます。ここまではよろしいでしょうか。はい、はいはい。そしてショートホールではニアピン賞がつきます。各ホールグリーンに乗って一番カップに近かった選手になんとこちらも3万円を贈られます。にやけてますね皆さん結構皆さんこう笑顔出ましたね、はい、出ましたね今、はい、そしてもう一個ね、はい、いい情報があるんですけど、はい、実はニアピンを取った方はその次のホールでバーディーを取った場合、ニアピンの賞金がなんと2倍になって6万円獲得になります。あ、もっとにやけましたねですがニアピンを取った選手が次のホールにボギーかそれ以上悪いスコアになってしまった場合、ゲットした3万円を他の3人の選手に1万円ずつ配らないといけないということで、ボギー以上だった場合ニアピン賞がなくなってしまうというルールなんです。バーディー取って倍にもしたいけど、でもボギーになったらゼロっていうね、はい、なかなか面白いルール。面白いですねこのルールは、ね、ちょっと皆さんがどういう攻めていくのか守るタイプなのか、確かにそれも見たいところですね、はいはい。そして今回シングルスマッチっていうことなんですけど、はい、どういう展開だと思います？そうですね、シングルスマッチはなんかパーで引き分けることが多分結構多いと思うので、うん、結構バーディー取っていかないとっていけないと思うので、うん、もう多分サドンデスも結構あると思いますし、アプローチの女王という松原選手がどうですか？あのもうサドンデスに持ち込んでもらって頑張りますみんなサドンデスねそれでは頑張っていきましょう、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず10番のパー5なんですが、ここはどんなホールでしょうか？そうですね、朝一 の, あのロングホールなんですけど、ティーショットはあまりバンカーもなく気にせずに打てるので、セカンドがやっぱちょっと絞られていくので、うん、セカンドの落としどころですかね。サードがすごい重要になると思うので、セカンドがなんか一番大事だと思います。まずはティーショットで思ったところに飛ばす、はい、そうですね、はい、でも左はちょっと木があるので右目の方がいいのかなと思います。はい、右はフェアウェイ突き抜けることはないですね。まあ、多分270ぐらいからちょっと杉原選手が危ないです。あ、そうですね、はい、飛ぶ選手は、はい、ちょっとそういったところも見たいですね。どこにですね、はい、選手によって狙う方向も全然違うと思います。じゃあちょっと狭いホールなので、はい、正確なショット、はい、重要です、はい。以上です。かわいいな。握っちゃった。全然大丈夫。いいですか？ありがとうございます。スタートからみんな安定してます。そうですね、すごい歩くとつくよな。つく。内緒内緒すごい
ございます。ナイス。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。今当たり良かったですか？良かったです。でも緊張しすぎて自分のボール全然見えなかった。真ん中でした。ありがとうございます、はい。オッケー。でもさ、木林あるからさ、全然溶けへんよね、多分。あ、溶けないね。すいません、ありがとうございます。溶けない、ありがとうございます。どうでした？ティーショット良かったです。あの結構狭いんで、はい、ここあのちょっと曲げると林に入っちゃうともう出てこれないんで、うん、結構ビビりながら、あごめんなさい、一安心です、ね、確かに。でも寒いからちょっと体回らんよ、ね、回らんかったよ、うんうん、回らんかったけど、でも真ん中にしっかりこれが18ホール続くと思うと確かにゾッとする。結構寒いから、うん、あんまりね、太陽当たらないですよね。ね、今まだ結構影やったら凍ってますもんね。凍ってますよね。そう、それでスパイク滑りそうで。確かに。滑れなかったけど。この凍りついた時はどうやって落としますか？お、リポーターしてますね。氷落とす時？はい。それ朝の運動になりますね。あのトレーニングね。あのなるほどなるほど。アップで、アップでね、コンビの。体も温まるし、皆様もぜひこれやってみてください。ちょっと右9の16入ってるので、左から攻めるのが攻めやすいです。わーほー、打ちにくい。やっぱりいつものペースと変わりますよね。全然違いますね。しかも凍ってるし滑らないようにちょっと打っちゃうので、ちょっと気使ってこう失敗したりはひどいな。ちょっとありますね。なんか変えてる時あります？寒い時なんかやっぱちょっとクリークとかで軽く打つみたいな、うん、あスプーンちょっとっ難しい、滑っちゃうんで、捕まるクラブで軽く打つっていうのをよくやってます。なるほど、はい、確かに難しいクラブより優しいクラブ、はい、優しいクラブで、うん、お加藤選手フェアウェイいいところですね。加藤選手もなんか飛ぶんですよ、比較的。あ、はい、あ確かに。あーやっぱり左や。はい、ナイスです。いつもあそこでもちゃんと自分の分かってるってことですよね。はいはい。でもそうやってなんかプレースタイルとかあそこに行くっていうのを分かってたら安心して打てるんで、うん、全然逆球出るっていう心配は多分あんまないのでいいと思います。確かに、うん、めっちゃ飛んでんね。飛んでました、飛んでました、飛んでましたって言いたいな、うん、やばいやばい、しんどい。見えへん。すごいね。ちょい右かな。どこ行った？ちょい右だと思います。マジ、ね、行ったほぼグリーン周りまで行ったんじゃないですか。今2オン狙ってたんですか？いや、狙ってないです。届かないと思ったので、
本当はフェアウェイ狙ってました。まあ朝ちょっとライも悪いですしね、ちょっと難しいライでした。ちょっとつま先上がりで、はいはい、左に飛んでいくと思ったんですよ、ね、したらめっちゃまっすぐ飛んでいきました、ね、あるあるですねそれ。確かにすごい、でもやっぱり飛距離すごいですね。 ありがとうございます。でも今の本当に自分の球見えてなくてって言った時にめちゃくちゃいい球でしたよ。ありがとうございます。みんなは見えてた、うん、最初ってもう反撃してみんなもう見えたっていうで、はい、でもなんか音だけ聞いた、うん、よかった、とりあえず当たったと思って。結構ドロー系ですか。あ、そうです。あで、すごいフェアウェイ右サイドから綺麗に、うんうん、行きましたもんね。ありがとうございます。本当に見えてなくて出玉から追いつかなくてまあいっかみたいな。なんかナイスって言ってもらったし、じゃあまたなんだろうな。面白いですね、杉原選手のキャラが、ね、はい、すごい明るくて、うん、面白い。左のバンカーまでってどんくらいあります。バンカーまではね150ちょいですね。150ちょい。はい。でかいかもしれん。大丈夫。ありがとうございます。でもピンが右なのでセンター狙った方が、あ、はい、もう寒いし、これで2パットでいければまず第一ホール、うんうん、すごいよね。だってまだ120も残ってるで。ですかね、ね、今のは今、はい、グリーンセンターとかじゃなくてもうピンで狙ってましたね。へ、ね、でも私加藤選手のすごいあのゴルフスタイル好きで、うん、やっぱ狙うところすごい分かるし、ピンをデッドに狙ってすごいバーディーが多い選手なので、あ、すごい期待してます。あ、じゃあ結構攻めていく派、はい、だと思います。私はいや、お、ナイス、ナイスオンです。霜が降りた後やっぱり台が悪いので若干バンカー越えってなるとすごい難しくて、ウェッジだとすごい気持ちが分かります。結構こういう湿った状態で、すごい薄いんですよ、うん、こういう時期って特にで、ちょっと砂も入ってるので確かに打ちにくくて、冬芝だから余計難しいですよね。
ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。ありがとうございます。ありがとうございます。このホールはドローで、はい、ドローで、はい、3人パーです。はい、やっぱ一人がパーって分かっちゃうともう一人誰かパー取ってくれみたいな願っちゃうんですよ。ドローにさせてって、そうそうそうって思うから、多分今みんなちょっととりあえずホッてしてると思います。確かに、はい、はい、次のホールは11番ホールのパー4ですが、はい、このホールはどうでしょうか。そうですね、ちょっと左に傾斜しているのですごい右には狙いたいんですけど、右も狭いから真ん中がベストだと思います。なるほどだけど右寄りの方がいいと思います。でも、うんうん、はい、確かに左に行っちゃうともう気がかかって、もう気があってちょっと出すだけになっちゃうかなっていう感じなので、うん、右から強狙いでいきたいところですね、ここは。なるほど、大事ですね、やっぱりサイプレス狙った方向に、ここに行かないともうボギー確実になっちゃうので、やっぱティーショットショットの精度がやっぱ鍵となると思うんですね。ナイショー、ナイショーです。いい感じ。真ん中どこまでまで行くのか。すごい、もうナイスの前にすごいが出ちゃうね。すごい。すごい。ナイス。なんかすごい。すごい。すごい。今のは見ましたボール。見た。内緒。内緒です。ございます。多い。すごい。
ありがとう。何ですか。オッケー、ナイス。ビビってんな、多分。何？怖いな。何？狭いな。狭いよ。今手離してうまく調整しましたよね。はい、もうなんか打つ前からちょっとすごい引っ張りそうだなと思って、うんうんうん、怖くて。はい、なんとかフェアウェイにいればいいかなみたいな。最近のドライバーの調子とかどうですか。最近のドライバーの調子はまだマシになってるんですけど、なんか今ウッドが本当に怖くて、さっきもあんなに打ったんですけど本当に怖くて、ウッド持つのが今一番怖いので、ちょっとなるべくウッド持ちたくないって思ったんですけど、ここ長いじゃないですか。確かに。絵みたいな。しかも今日はマッチだから狙っていかないといけないですもんね。本当ですね。いやでも今もないですね、みんながパーで収めてから全然まだまだチャンスがあるから、はい、うんうん、そうだね、頑張ろう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 。本当にちょっとひなたちゃんは、うん、トイプードルを4匹買います。ぶっ込みトーク急にそう、ちょっとこれはもうさやはちょっと面白かったから急に。でちょっとみんな同じぐらいの年ですか。一番上がなんか2011年11月11日生まれで、うん、まあ、ポッキーって言うんですけど、ポッキーがそうですね、今21年、うんうん、ちょうど10歳になって、その下がまあ5歳2歳1歳ぐらいです。はい、かわいいですね。それはもうメロメロですね。めちゃくちゃかわいいんですよ。本当に何ですかね、他のトイプよりうちの4匹が一番可愛い。絶対それある。そうなんですよ。確かに。ねえ、やばい、あやかちゃん。ほんまですか。あの木の横まで行ってるわ。え、リアル60ヤードぐらい違う。やばい、サヤさん。やばいな。全然届かへんかった。全然届かへんかった。すいません、難しい。いやーすごい、すっぽ抜けちゃう。やばい。すっぽ抜けちゃう。あー。ゴーゴー。みんな気持ちが乗った、乗りました。ナイスオンです。もうあやかちゃんやばない。やばい。見てください皆さん、なんかもう、今からここからでもあれティーショットで50ヤード違うのに。え、でも加藤選手も飛ぶ方ですよね。女子なんか飛ぶ方なんですよ。自信で言っといた方がいいよな。めちゃくちゃ飛ぶんですよ。はい、ナイスオンです。
うわーなるよな。ナイスです、ありがとうございます。切れるとしたらフックですよね。スパありがとう。かわいい。ありがとうかな。はい。エスパーです。ここもドローですね。はい。二ホール。積みましたね。はい。多分今みんなドキドキだと思います。ね、やっぱりこのマッチプレー。ね、本当に3ホール積んでサドンデス。そうですね、多分もうみんな今よかったって思いつつ次です決まるって思うとすごいドキドキしてると思います。ですよね、うん、じゃあ次行ってみましょう。はい、はい、続いては12番ホールのパー3ですが、このホールはどうですか。そうですね、基本的に風がちょっと回ってると思うんですけど、池があってグリーンがちょっと斜めに左が遠いので右か手前なのですごい距離が重要、キャリーが重要ですね。こういう時って、まあ、でも左に池があるからちょっとピンの右とか。そうですね、右から攻めるのが安全なのかなって思います。でも右はピンも変わってますからね。そうですね、ここでかいのでピンになってますね、はい、誰がニアピン取るか本当ですね、楽しみですで、はい、このホール、3ホール積んでますね。そうですよね、3ホール分とナイスオン、ナイスです、ナイスです。だかな、
そうです。ありがとうございます。いやー全部右抜ける、手前ですかね。ゆきプローチ、なんだなんだ、誤差、え、なになに、どうでした、1センチ、3センチで、はい、あ杉原選手にゆき、おめでとうございます。ありがとうございます。まず3万円ゲットです。まだです、はい、あ、そうですね、はい、次のホール次第か、はい、冷静やった、冷静、喜ばないでおきます。そう、ま、すごい冷静だった、ぐさってきましたね、めっちゃ喜んでなんか。うわー強い。お、おお、ナイス、さすがアプローチの女王、ありがとうございます。こういうことなんですね。そういうことですね。なるほどなるほど。いやすごい。さきです。スパーです。ショートしないっていうのが、はい、先です。結構難しかったと思うんですけど、引き分けが続いたのでサドンデスですね、はい、楽しみです。負けた順にする、負けた順にしましょうか。負けた順にしようか。オッケーです。グー、じゃんけん、はい、あいこでしょ、あいこでしょ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、負けた順ですよね。勝った順やろ。負けた順です。負けた順で、これ一番負けが違う。最初はグー、じゃんけん、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけん、最後。あーやばい、待って、これは終わった、終わった。一番手はアプローチの女王です、うん、女王が。この状況どうですか。いや結構左足下がりで、結構ラインも薄いので、うん、めちゃくちゃ難しいと思いますね。で
かといって手前から行こうと思ってもそこで食われちゃう時もあるので、あ確かにここはキャリーで行くのか転がしていくのか分かれる選手がいると思います。めっちゃ食われた。まあ余計迷うやん。何がいいのこれ、うん、めっちゃ思ったところ落ちた。めっちゃ重くない、うん、手前が柔らかいからやんな。キャリーで乗せるのに分かれると思う。かといって薄いし、かといって上げるかな、それといて食べるのも難しい。いやどっちかよね。そうなんですね。いや止まらんわ。なるほど。うん。上げてグリーン直接から行くか、はい、手前から行くか寄せていくか。今もう多分どっちもあんな感じの結果だったのですごい迷ってると思います。赤鼻声ちょっともういやあれはでも手前かな、うん、うまい。あどう、さやも結構いったよ。さやさんの方が近いと思う。何言ってる、はい、加藤選手ですよね。あはい、加藤選手、おめでとうございます。ありがとうございます。3ホール分ゲットです。ゲットでかいですね。ね、どうですか。嬉しい素直ですね、うん、はい、サドンデスで勝てると思ってなかったんで女王に女王に勝てた。女王一番って言ってもらえてよかったです。確かにそれが順番結構大事ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。女王がついにありがとうございます。癖癖癖でサドンデスの癖で、サドンデスの癖、もうありがとうございますしか言ったことないから今までの流れが、すいません、あの加藤先生すいませんすいませんHigh